ランドルフスハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍に属す、マチソンで、ザムトゲマインでラードルフスハウゼンを構成する、マチソンの一つである。ランドルフスハウゼンは、ゲッティンゲンの東約 18km、トゥーダーシュタットの西 10km のズーレ川沿いに、一致している。隣接する、マチソンは、エイバーゲッテェン、ゾイリンゲン、バーゲである。 マッケンノーで、ポッツベンデン、ファルケンハーゲンの集落がランドルフスハウゼンに属す。ランドルフスハウゼンは19世紀中頃に、キューアムとラードルフスハウゼンに属した。近隣に位置するトルーテルスホイザーミューレと、町村連合を形成し、合わせて106県、636人が住んでいたが、1818 18年頃には、この村に526人が住むだけであった。 マッケンレーダー出ツへの展望とランドルフスハウゼンにはオリジナルランドルフスホイザーブラスムジカントがある。ランドルフスハウゼン体操スポーツクラブには約600人の会員がいる。主な種目はサッカー、ハンドボール、卓球である。ありがとうございます。